今回の注目商品はこちら。教えてしずテク、しずテク、しずテク。富士宮市にある新興ラミ工業、どんな会社なんでしょうか。新興ラミ工業株式会社代表取締役社長の河原崎哲也です。石油化学製品の樹脂を熱で溶かして薄い膜にして、さまざまな機材と貼り合わせをすることによって付加価値をつけた商品を世に出していくという会社です。メディカル用品や建材、家庭雑貨など薄い膜を貼り付けるラミネート加工やその技術を生かした商品開発を行っているんです。一般的なラミネート会社は扱う樹脂、フィルムの種類がだいたい数種類のところ、当社はブレンド品も合わせるとだいたい 5、60種類、他社ができないことをやるということを追求してきました。さて、実際にどのような商品があるんでしょうか。医療関係がだいたい6割から7割を占めています。で、残りは日用雑貨、家庭雑貨、食品の包材、自動車の内装材関係、それから建材、そういったものがいろいろとあります。この他にも2000種以上の製品があるんです。おや、このプラモデルもですか。こういったガンダムのプラモデルの素材を作ったこともあります。こういった肩の部分、頭の部分、足の部分に入っている厚いフィルムですね。この厚いフィルムに色をつけたフィルムを貼り合わせをして、こういった素材を提供して、プラモデルの部品に使われることもあります。新たな事業に取り組ん でその事業が柱になるように今後展開していきたい、そして海外市場にも向けて商品を出していきたいなと思っています。